はい、皆様こんにちはでございます。それでは続きをやっていきましょう。ということで、これはなんだ？ついにカーラかな。最近カーラやってない気がするけど、カーラだった。すっごい車手に入れてるやん。そうだね、劇的なとこがあって仲間が一人増えたんだよね。話してみようか。ス車ラトコの車のおかげでアリスが凍えながら歩かずに済むわ。確かにね。ガレージで一度見かけてな。乗ってるとこは一度も見たことがない。協力者。これから会う人たちはどうやって知ったの？確かに。閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。確かにね、もう二度目だしね。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまったかな。希望薄くない？ちょっと大丈夫ですか？距離まだ遠いの？あと1時間くらいだな。あ、そっか。緊急ブレーキ作動。どうしたどうした？どうした？こりゃまずいな。すげえ、こんな車の。車で待っててね。車のエンジンを調べる。あ、そっか、アンドロイドは寒くないのかな。どうしたの？ねえ、どうするの？わからない。さあ、歩いて行くしかない。マイナス1度、アリスには無理。泊まれる場所探そう。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。あ、直すっていうことはないんだ。泊まれる場所か。キャンプ？いやー、家があるか、こんなところに。何にもないけど。あれ、いつの間に懐中電灯持ってんの？マイナス1度は寒いよね。あー、レジャー施設ね。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。木とかを集めて燃やしたらいいんじゃないかな。何かあったか？いいえ、泊まれそうな場所はない。アンドロイドもあんまり寒すぎると動かないとかないのかな。大丈夫なのかな。気をつけて。危険はいつも思いもよらない時にやってくるもの。動くのね、まだ。特にないね、何も。ここはボロボロだ。見たらわかるわ。泊まれる場所なんてなさそうだな。いや、この家とかどう？ほら、よくない？中は安全そう。ここでいいじゃん。ここ入ろうぜ。ここだったら外せる？俺がやろう。おう、かっ
っこいい。おお、普通に開いたね。よし、いいぞ。ここが一番増しそうね。ここで焚き火して。ここで寝ましょう。火を起こすよ。本はあるのね、どこでも。アンドロイドバンドミュージカーはどうでしょう。すごい、アンドロイドが歌を歌うんだね。アリスのために寝床を用意する。アリス待っとってくれ、俺がふかふかのベッドを用意してやるわ。ふかふかのベッド。ルーサーのカバンを調べる。クッキーをあげる。銃を調べる。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。おい、俺に優しさ無限にするな。いざという時ね。と人間みたいだよね。すごいよね。見る。オオカミとか出てきそうじゃない？大丈夫かな？おお、火が起きた。いいじゃない。ほらよ、寝床だぜ。どうしたアリス？あー、やばい、そういうの見ちゃダメだ。家族の理想像みたいなの、親密。いつかこんな風になれる。楽観的に。国境を越えれば私たちもやり直せる。学校にも行けるし、私は仕事を見つける。そうだね、その人と同じように、そのお金でアリスをまたね。カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。うわ、嬉しいこと言ってくれる。嬉しいこと言ってくれるね。ほら、そろそろ寝ましょう。アリスを寝かしつける。安心させる。大丈夫、ルーサーと私がいるから。ほら、もう休む。ルーサーちょっとまだ信用してないけどな。カーラ、お話聞かせてくれる？私のメモリーには9000個も童話がインプットされている。すげえ。好きなのがあるはず。あー、お姫様とか好きなんじゃない？昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。え、ちょっとそれは。昔あるところに女の子がいました。アドリブが効くね。一人ぼっち。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。みんなと変わっているせいで幸せじゃなかったからです。好き悲しいお話だって言ってる。その子はロボットと出会いました。ロボットは命令に従ってばかりでした。けれど一度でいいから
逆らいたかったのでしょう。なんか似たようなお話を。そこで二人は一緒に逃げる。今じゃん。幸せを求めて。より良い暮らしを得るために。旅の途中、二人は危険な目に遭いましたが、でも力を合わせた。二人は手を取り合い、すべての危険を乗り越えました。その途中で二人は巨人。二人を守ってくれる。巨人に出会いました。物語のおしまいは？自分で決める。結末は私たちが決めるのよ。いいじゃんこのオチ。もう寝ないと。明日は長い一日になる。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？もう。ああ、もちろん。あらま。おやすみ、アリス。ぐっすり寝て。いいね、なんかこう不幸の中でもこう幸せを見つけるっていうかな。よし、こっから大人の話だ。優しい子だ。ええ、それにとても勇敢。うん。ユキ、ルーサの過去。ズラトコに捕まる前、何をしていたのか覚えてないの？いいや、俺は重い荷物を運ぶためのモデルだ。ああ、なるほどね。港の作業員だったのかもな。今となっちゃどうでもいいことだ。俺は変わったんだ。雪。まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。目立たないように朝早く出発しよう。カーラ、アリスは特別な子だ。うん。分かってるだろ。何のこと？いいえ。どういう意味？え？え？アンドロイド？騙した、もしかして。また。でもアンドロイドでしょ。問い詰める。誰なの？何が望み？こっちに来ないで。怖がるな。傷つけやしない。俺たちは仲間だ。俺たちはジェリー。俺たち肺炎した時に置いてかれてね。ああ、そういうこと。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子。子供を見たのは久しぶりだよ。あ、そっか。昔はよく会いに来てくれた。寝たいんですけど。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ。きっと気に入る。なあ、どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。サンス、やめておいた方がいいよ。来てから。行くしかなさそうだな。マイナス1度ですよ。殺す気じゃんけ。わあ、嬉しいけど今じゃねえだろう。出ないと明日。あ、メリーゴーランド。さあどうぞ。つける。動くの。おお、すごい。さあ、これに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。
テンションテンション高いな、おい。よいしょっと。すごい悲しそうな目するじゃん。なんだろうこのシュールな感じ。あーでも嬉しそう。よかったよかった。あの子が笑うのを見るのは初めて。ここのとこ辛い目に遭ったばかりだったの。いやーなんかこうちょっと感動するよね。一番カーラ編がきついよね。心にグッとくるというか。うわあ、こう幸せそうね、アンドロイドたち。いやあ、切ないなあ、これ。はい、ということで、無事クリアしました。笑顔を手に入れたということで。おお、すごいすごい、結構優秀。3人は心休まるひとときを過ごした。もうね、絶望ばっかりだったからね、ちょっとこの幸せがあったっていうのは良かったんではないかなと思います。はい、次はどうなっていくんでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。